水門とは、河川、または水路を横断する形で設けられる流水を制御するための構造物のうち河川堤防を分断する形で設置されるもの。川口付近を含む河川や運河、用水路、故障、貯水池、港湾などに設けられる。水門は流水を制御するとともに、高水時には堤防としての機能を持つ。古くは水の門として港湾の意味も持ち、古時期や 日本書紀では、水門と書かれている。なお、河川、または水路を横断する形で設けられる流水を制御するための構造物には、水門の他に、飛門があり、本校では、飛門も扱う。水門流水の制御施設には、水門のほか飛門や石がある。河川、または水路を横断する形で設けられる流水を制御するための構造物のうち河川堤防を、 分断する形で設置されるもので、水門は、堤防機能を有する。水門には役割に応じて、河川などの計画的な分流のために設けられる、分流水門。故障の水位操作や、沿岸の防止のために設けられる、調節水門。高潮による河川の水上昇や津波を防ぎ、氾濫を防ぐために設けられる、膨張水門。 岸線に本側の水が逆流してくるのを防ぐために設けられる、清水門などの種類がある。ただし、実際に設置される水門は、複数の目的を持つことが多く、実際にある水門を厳密に分類することにはあまり意味がない。飛門も、水門と同じく河川または水路を横断する形で設けられる流水を制御するための構造物であるが、飛門は、 堤体内に暗挙を挿入して設置されるものを言う。碑門の設計は従来は合構造でなされたが、これでは下に軟弱な地層がある場合などは基礎工を施行して碑門の安定を図るため、碑門と周辺堤防の土との馴染みが悪くなりやすく、亀裂や空洞の発生が見受けられた。平成10年11月に国土開発技術センターから、 重構造飛門設計の手引きが発行され、それ以降の飛門構造物はすべてこの手引きに従い、やわ構造で設計することとなっている。飛門、飛管にはフラップゲートのほか、よく見かけられるローラーゲート及びスルースゲートが設置され、開閉方式には手動と電動がある。熟構造はラックとスピンドル式があり、前者は平死速度が速いため水密ゴムが適し、 ゴムが破断しない用途あたりが直線上の四角型のゲートになる。後者は平止速度も遅く金属面による水密となるため丸型のゲートもある。材質も SS 製からスース強度向上したに総数姿勢もある。石とは河川の流水を制御するための構造物のうち堤防機能を持たないものを言う。ただし水門には河川付近に設置される 傍聴水門のように外見上は、席と判別しにくいものがある。例えば、隣りあって設置されている日立川水門とト根川、川口関は、その外見が非常に類似しているが、洪水時、日立川水門は扉を閉じて、水の往来を止めてト根川本川から日立ト根川への逆流を阻止する一方、ト根川本川にかかるト根川川口関は扉を開放して、 水をなるべく多く流そうとする。現在日本で設置されている水門の多くはローラーゲートといわれる門扉方式を採用している。ローラーゲートは鋼鉄などでできた開閉用ゲートの板にローラーがついたもので、それをワイヤロープなどによって垂直に持ち上げて上下に開閉する。ローラーがついているため摩擦抵抗が少なく大きな水圧がかかる。 大規模な水門にも利用できるほか、構造上止水が容易で信頼性が高いため、河川構造物ではよく用いられている。この他には、スルースゲート、マイターゲート、セクターゲートなどの方式がある。2011年の東日本大震災において、三陸地方では津波を防ごうと防潮堤の水門捜査に駆けつけた消防団員に多くの犠牲者が出た。このため、 岩手県は計画中を含む水門、門批約520機のうち4割程度を J アラートに連動した自動閉鎖式とする。こうしたシステムは南海トラフ巨大地震による津波襲来が想定されている和歌山県や三重県でも一部導入されている。こうした人による操作を必要としない水門では水の浮力や津波、高潮の力を利用して陸上、 海底から自動的に起き上がるフラップゲート式も実用化されている。東西用水質紐急土砂吐き紐と、宮中ドイドリ、水口百太郎赤急飛門ありがとうございます。